ジャーナリストの津田大輔です。私は今那覇市を一望できる場所に来ています。1年前県知事選の取材で米軍基地由来の化学物質 PFAS による汚染問題を取り上げました。住民の命、生活が脅かされる水と土の汚染の実態に視聴者から大きな反響が寄せられました。ではこの PFAS 問題で住民たちはどう行動し、国や自治体、そして米軍はどう対応したんでしょうか。 PFAS 汚染は東京や神奈川、大阪など今本土でも広がっています。その汚染の原因はどこにあるんでしょうか。今回のポリタス TV は PFAS 汚染問題のその後を追跡します。2020年、沖縄県民は PFAS の脅威を明確に感じ取った。米軍普天間飛行場からおよそ14万4千リットルの泡消火剤が流出し、住宅地の川に流れ込み海へ出た。この泡消火剤に有機フッ素化合物 PFAS が含まれていた。 PFAS は腎臓がん、精巣がん、甲状腺や肝機能疾患、低出生体重や子どもの免疫力の低下などにつながるとされる。人の体内に入ると長く蓄積するため、永遠の化学物質と呼ばれる。 PFAS は泡消火剤やフライパンの焦げ付き防止などに使われ、PFOS は2010年日本で製造使用が禁止となり、 PFOA は2020年に日本で禁止となった。2日後、川の水から PFOS と PFOA を合わせて1リットルあたり247ナノグラムが検出された。2020年、国が示した1リットルあたり50ナノグラムの暫定目標値の5倍近い数値だ。アメリカが去年発表した暫定の健康勧告値より最大で数万倍高かった。基地から流出した泡は住宅地に飛散、子ども園の窓にも付着した。普天間飛行場がある宜野湾市で PFAS 問題を調べている照屋正文さんは、泡の毒性を調べていくうちにこれは大変なことだということで、子どもたちに影響が出たりするということが非常に怖いんで、それが起こってしまっても遅いんですよ。 PFAS が沖縄で最初に注目されたのは2016年、県が米軍嘉手納基地の中を通る川で高濃度の PFOS を検出。後に国が定めた目標値の26倍以上で、発生源は嘉手納基地の可能性が高いと指摘。嘉手納基地は2018年以降、泡消火剤の事故が9件発生し、4750リットルが流出したことが沖縄タイムスの調べで分かった。嘉手納基地を通る川を水源とする茶谷浄水場は、那覇や宜野湾など45万人に水を供給するが、最大80ナノグラムの PFOS を検出。県は独自に浄化に取り組んだ。茶谷浄水場が汚染されているということはまずびっくり。嘉手納が汚染されているということは、普天間もやられているんだろうなと思ったんですけど。この後、宜野湾市内でも日常に利用する豊富な地下水が次々 PFAS に汚染されていることが明らかになる。農作物にも風評被害を与えた。基地由来っていうのは間違いないので、まあ、こっちは湧き水で有名なんですけど、その水まで汚されて怒りしかないっていう。米軍基地へ立ち入り調査を求めても日米地位協定の壁に阻まれた。日本の場合には環境状況を基地内に汚染があるということについて日本側が調査したいって言っても、アメリカ側のと言ったらダメなんですね。何が起きてもアメリカ軍責任を負わなくていいという、こんな法律ないじゃないですか。やりたい方ですよ。汚染が広がりながら国や行政の動きが鈍いことを見た住民たちは、ある決意を固めた。政治にこう訴えかけて政治を変えるしかないのかな。大きく言えば本当に政治の背の字も知らない私たちが、やっぱりそこまでいかないと解決に結びつかないんじゃないかっていうところで出した結論です。前回の取材から1年、
住民たちは行動を活発化させた。汚染が懸念された普天間飛行場の隣にある小学校で土壌調査を自分たちで実施。やっぱり検査をしてデータを揃えないことには何も言えないなというので、説得力がないなという数字がなければ。また基地が近くにある5つの市町などで住民の血液検査を実施。その PFAS 血中濃度が最大で全国平均の14倍に達している事実を明らかにした。やはりそれは水の汚染によってそのことが起こったと言えます。そして宜野湾の市民たちは政治に挑戦。3人が初めて市議選に立候補し、 PFAS 問題を動かそうとした。そしてやったやったよ、やったやったやった、ありがとう赤塚さん。まずはどれから手をつけますか。まずはこの水、生活用水として流れてる水の基準値。宜野湾の市民たちは PFAS 汚染と砂金地で戦ってきたアメリカの人々とも連帯。そしてついに国連の会議にも参加。 PFAS 汚染の現状を世界の人々に向け訴えた。来たかっていうのと、もうやるしかないと思って、とにかく声を大きくはっきり言おうっていうのを意識して、私たちが言ってることと、政府が言ってることは違うねっていうような反応をして。誰が琉球病院で。そして沖縄県内でさらに広がる PFAS 汚染。琉球病院の地下水からも PFAS が出てるんですよ。米軍の実弾演習で丸焼けになった山こそ、今に至る PFAS 汚染の原点だった。だからなぜ沖縄ではあんた方頂上に保つのかと、おかしいではないかと。それがこの PFAS 汚染のやはりつながっている話なんですね。そう、そして PFAS 汚染は首都圏でも次々明らかになった。神奈川県の中央地区に位置しています厚木基地、泡消火剤が放出されまして。横須賀から来ました三倉と申します。東京の多摩地域で水道水が汚染されているということが東京都から発布されて、なんとかしなきゃいけない、日本国民全員が頑張ってやらないとこの問題解決しなくて。米軍横田基地が近い東京多摩地区、水道にも利用される豊富な地下水の PFAS 汚染が進んだ。多摩の市民たち791人が自主的に血液検査。沖縄の方とは知ってたんですけど、まさか自分の地元がかなり同じ状況にあるっていうのはびっくりしたので。汚染源の徹底解明のため、米軍基地への立ち入り調査を求める市民に対し、防衛省側は普天間飛行場とその周辺における PFAS 等の検出との因果関係について確たることを申し上げることは困難であることをご理解願います。さらに汚染は基地がない場所でも広がっていた。日本最大の PFAS が広がっているということを知ってですね、非常にショックを感じて。シリーズ沖縄第4弾の1、命を育む水と土を脅かす深刻な PFAS 汚染はなぜ広がったのか、市民はどう行動し、政治と行政はどう対応したのか、津田大輔が継続取材で追った。9月、沖縄に入った津田は宜野湾市に向かった。前回からほぼ1年ぶりとなる沖縄の PFAS 問題を取材するためだ。人口およそ10万、沖縄第5の都市宜野湾は、米軍普天間飛行場が市の中央高台となる部分を占めている。津田は宜野湾にある自然食を使ったパスタカフェを訪ねた。
こんにちは。あ、どうもご無沙汰しています。こんにちは。よろしくお願いします。訪ねた相手は町田直美さん、この店のオーナーだ。僕初めてなんですけど。あ、こっち初めて。あ、前回は向こうだったんだ。そうなんです、そうなんです。ツンダーガーとか、あそこら辺だ。町田さんが経営するパスタカフェは1999年に開店し、無農薬野菜と玄米のランチが人気を呼んでいる。この坂を上り下りして、戦前は、うんうん、水を汲んで、はい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 、去年7月、津田は町田直美さんからある場所を案内された。宜野湾の急なの住民にとって生活に欠かせない湧き水、チュンナー川だ。あ、水きれいよね。きれいですよ。宜野湾は湧き水が豊富なことで知られているが、このチュンナー川は最も著名な湧き水だ。18世紀後半に作られ、国の重要文化財に指定された。長きにわたり透明度の高い水が湧き続けている。このチュンナー川から2016年、PFOS、PFOA合計で1リットルあたり1300ナノグラムの PFAS が検出された。以降6年にわたり高濃度の PFAS が検出されている。ここはもう、例えば赤ちゃんが生まれたら、ウフが、あの水で洗う、そう最初に、うん、だからすごいもう大切な、あと正月とかもね、うん、正月の水はここから、とかもう、あの生活習慣とかもう文化とか儀式にも関わっているようなことなんですね、水が、うんうん、だから汚染されたなとなると、もうあの原因がどうのこうのよりもまずびっくりして守りたい、うんうん、あのなんとか除去したいって。町田さんが次に案内したのは普天間第二小学校。ここからこう流れていくという、うん、米軍普天間飛行場から金網のフェンスを挟んですぐ隣に位置する小学校だ。これが新聞出てた水管です。あ、はいはいはい。普天間飛行場から小学校に向けて置かれた排水管、ここへ流された水から天文学的な濃度の PFAS が検出された。ジャーナリストのジョン・ミッチェルさんが海兵隊から入手した資料では、この消火訓練場で1リットルあたり2万8800ナノグラムの PFAS が検出された。日本の基準の576倍に達するとんでもない数字だ。これが普天間第二小学校の方角に向けて流された。高濃度の汚染水が流された排水管は普天間第二小学校のグラウンドに向けて置かれ、間の距離はわずか数メートルしかなかった。子どもたちが日常的に使うグラウンドだ。もう一番に被害を受けるのはこの学校の子どもたちかなっていうのもとても怖いです。市の教育委員会も、あの県の方も土壌調査は法令にないのでやらないということなんで、私たちがあの調査を独自にしようということで、うん、待ってはいられないんですよ。子どもたち、うちの孫もこの4月にここ入ったんですけど。あれから1年、行政が動かないなら自分たちが動くと言っていた町田さんは仲間とそれを実行に移した。行政というのは法律に基づいてしか動けないということも私たちよく分かっているので、それならもう私たちが市民団体が動くしかないかなというのは最初でもあの予想してましたので、まあ、寄付を集めてスーパーなど行って子どもたちのためにお願いしますと言って。町田さんが所属する市民グループで宜野湾の PFAS 問題を追及する宜野湾チュラ水会は去年8月、独自に普天間第二小学校の土壌を採取して調査を行ったのだ。その結果は当事者である宜野湾チュラ水会の人々ですら予想しなかったほどの驚きの数値だった。市役所はずっと10年前まで水浸しだったけど、
10年後でちゃんと排水も完備して土も持ったので、入れ替えじゃないですよ、土も上から持ったので大丈夫ですって調査もしないで、ずっとそれ一点張りだったんですよ。でまず調査をさせてください、調査をしてくださいって何度言っても聞かないんで、まあ、自分たちがやったんですが、結果汚染されてるってことが分かったので、本当に無責任だなってまず感じたのが一番最初で。町田さんらが不信感を隠さない宜野湾市の姿勢。一方でもう一つの行政の当事者、沖縄県の姿勢には変化が生まれているという。県の担当の方はだいぶ変わりましたよ、去年一昨年からにするとかなりやっぱり前のめりになって、熱心にやってくれるようになりました。いつも言うんですけど、行政と喧嘩するわけでも追及しに行くわけでもない、協力したいんだ、なんか協力し合いましょうって、あなたたちがどうしてほしいといえば私たちやるし、私たちがどうしてほしいということに真摯に向き合ってほしい、その答えが欲しいだけなんだ、常に行政に対して、宜野湾市に対しても教育委員会に対してもこうした方がいいんですか、ああした方がいいんですかという提案をずっとしています。9月9日、津田は宜野湾市で町田さんと同じく PFAS 汚染問題に取り組んでいる地元の体毛農家宮城勝さんを訪ねた。宮城さんはここ大山の湿地帯で体毛やレンコンを栽培、今は宜野湾チュラ水海で活動している。あ、こんにちは、ご無沙汰してます、よろしくお願いします。津田が宮城さんと会うのもほぼ1年ぶりだ。去年7月、津田はこの全く同じ大山の田んぼで宮城さんを取材していた。生まれも育ちもここで、親父がこう家業でやっていたんですけど。宮城勝さんは一度本土に渡ったが、1999年に父の田んぼを継ぐため宜野湾に戻り、無農薬無化学肥料にこだわってターンム、タイモやレンコンを作り人気を集めた。しかし2016年夏、この大山の農作物の水源となる豊富な湧き水から相次いで高濃度の PFAS が検出された。このメンダカリヒーガーでは PFOS、PFOA 合計で1リットルあたり710ナノグラムが検出された。このヒアカーガーでは合計で1リットルあたり210ナノグラムの PFAS が検出され、2年前にも同じ数値が検出された。宮城さんの田んぼもこれらの水源から農業用水を引いていた。もう僕も衝撃を受けまして、でも自然栽培をやってる意味がないのかな、宮城さんは専門家に体毛の検体を検査してもらい、影響がないレベルだと確認されたが、学校給食がストップになるなど風評被害を受けた。基地由来っていうのは間違いないので、水道水も化されてこういう末端に流れてくる湧き水、まあこっちは湧き水で有名なんですけど、その水まで汚されて怒りしかないっていうか、爆音に関してはヘリコプターとかは僕が物心ついた時からあったので、ある意味受け入れてるっていうか、体も慣れちゃってる。そうそんな感じでもうでいたんですけども、この水だけはね、生命を維持するのに最低限必要な水がこう汚染されてるっていうのは、あれから1年、宜野湾の市街地で再開発されずに残っている貴重な湿地帯で行ってきた宮城さんの体毛栽培はその後どういう状況になっているのか。まず目を引いたのが、去年は一面の青々とした田んぼだったものが別の姿になっていたことだ。台風来たじゃないですか、7月の末から8月の頭ぐらいまで。一度暴風域から外れたものがまた戻ってくるっていうのを経験したことないんですよ。それでまあここも冠水してしまってですね、もう全部水に埋まってしまった状態で、
まあ向こう側で対応やってるんですけど、そこもちょっと全滅に近い被害を、ちょっと壊滅的な被害を受けてしまったっていうのが。ただでさえ PFAS の風評被害を受ける中、7月末の1週間で沖縄を直撃した台風6号が U ターンして再び沖縄を直撃。タイモも壊滅的な被害を受けたという。我々が去年取材して以来、この1年間で宮城さんの身辺に重大な変化が生まれ、7月には国連の会議にも出席するようになった。日本における PFAS 問題への認識も以前と比べ大きく高まったが、一方で残念なこともあったという。この沖縄県だけにとどまらずですね、本土の方のやっぱり軍用基地があるところとか PFAS による汚染とか全国的に広まったということで、認知度は上がって、それイコールまあやっぱりちょっとこの風評被害も多くなってきたのかな、まあ、生産してる人自体がモチベーションが落ちてきたのかなと、宮城さんはなんとか次世代にタイモ栽培の伝統を受け継いでほしいという思いで宜野湾美ら海水に参加したが、その思いに変化はあるのか。こういう状況でこう引き継いでもらうっていうのはちょっと自分もちょっと今躊躇してるというか、この問題が片付かない限りはずっと流れてくる、っていうことなので、若干僕の心境もちょっと変わってきてるっていうのがあります。沖縄で PFAS 問題が明らかになったのは2016年、米軍嘉手納基地の中を通る濁弱川で1320ナノグラム高濃度の PFOS が検出された。その下流の水を那覇市など7市町村45万人の飲み水として供給していたため、衝撃が広がった。この半年後、宜野湾市で普天間飛行場に近い湧き水で次々と高濃度の PFAS が検出された。宜野湾で汚染が広がりやすいのには理由があった。標高80メートルの高台にある普天間飛行場から流れ出た汚染水が地下水脈を通って低い方に流れ、一帯の湧き水を汚染されたと見られるからだ。宜野湾に湧き水豊富なところで、知ってるだけでも60カ所ぐらいあるんですよ、基地が汚染されたということは、この宜野湾の湧き水は全部汚染されている恐れがあります。2020年、普天間飛行場から泡消火剤の流出事故が起きる。原因は訓練ではなく、海兵隊員がバーベキューを行い、その熱が消火装置を作動させ大量の泡消火剤を流出させたのだ。兵隊が遊ぶ時に事故が起きたっていうのでは本当に緩んでるとしか思いようがないし、もう怒りをもう通り越したところですね。問題は汚染水に関する米軍基地への日本側の立ち入り調査を米軍が認めないことだった。2016年、県は沖縄防衛局を通じ嘉手納基地の立ち入り調査を要請したが拒否された。4年後も県は立ち入り調査を要請したが、これも拒否された。日本政府はアメリカと環境補足協定を結んだが、米軍の運用を妨げないことが条件で、調査を受けるかどうかの裁量はアメリカ側にあった。基地内の汚染があるということについて日本側が調査したいって言ってもアメリカ側のノーと言ったらダメなんですね。しかしアメリカと地位協定を結ぶドイツやイタリアは基地の管理権を持ち、環境面の原状回復義務はアメリカ側が負う。韓国でも浄化義務はアメリカ側が負っている。つまり基地の管理権もなく、返還後の原状回復義務をアメリカ側が負っていないのは日本だけだ。とかドイツとかはですね、原状回復義務を課しているので、汚染物が見つかるとそれをアメリカ側にやらせるんですね、自分のお尻は自分で拭いてください、そういう関係性がなぜ日本は持てないのか。2021年、
米軍は PFAS を含む汚染水を基地の外の公共下水施設へ一方的に放出。その量は64,000リットル、ドラム缶320本分だ。直後に宜野湾市が調べた水からは670ナノグラムの PFAS が検出された。国の目標値の 13.4 倍の高濃度だ。汚したのはしょうがないんですよ、分からなかったんだから。でも汚れてるって聞いた瞬間からもうそれを止めるとか一緒にどうやって考えていくという姿勢があればいいんですけど、もう全くないですし、中の立ち入り調査もできないし、もうそれがとても許せないですね。普天間飛行場に残った36万リットルの汚染水は防衛省が国民の税金で焼却処分することになった。金額はおよそ9200万円。汚い水は海に流れてますので、農業もできなくなる、漁業もできなくなる、住めない島になるのかなというのが一番不安で、今の子どもたちはどうすればいいんだろうっていう。空飛んでるヘリだって基地が撤去すれば、まあ、それで解決するじゃないですか。だけど汚染された残されたものっていうのは解決してもらわないと私たち住めないです。そして宜野湾市内では子どもたちの遊び場が次々 PFAS 汚染で使用できなくなった。この若竹児童公園は2019年に1リットルあたり690ナノグラムの PFAS が検出された。やはり子どもたちの遊び場だった宇布川では2018年1リットルあたり280ナノグラムの PFAS が検出され使用できなくなった。こうした中、那覇、宜野湾、うるまなど PFAS 被害が起きている地域の住民がPFAS 汚染から市民の命を守る連絡会を結成。町田さんは共同代表の一人となった。そして水道の安全性を問うアンケートを実施した。また宜野湾でも町田さん、照屋さんらで宜野湾チュラ水会を結成。住民への訴えかけを始めた。当初住民たちの反応は積極的ではなかったという。なかなか古い地域なので声を大きくして張り上げてこうなんかやるっていうのもなかなか難しいところがあって、裏ではこそこそひそひそ言ってますけど、なかなかそこで大きな声を出す人は少ないですね。一方で町田さんは沖縄という土地で自分が生きる意味について改めて考えたことが活動の後押しになったと語る。この先どう暮らしていけばいいのかっていうので本当に途方に暮れますよね。でうちの娘はもう水も汚染され、この先沖縄のものが食べられるか食べられないかもわからないっていう。お母さん悪いけどもう子供たちここでは住まされないよ、住むことできないってお母さんも覚悟していてって言われた時に、もう私は24万人の人たちが沖縄戦で亡くなって血となり肉となってこの染み込んでる土を土地を私は捨てることできないねって言ったんですけど、町田さんらメンバーは勉強会や国や自治体に徹底調査を求める運動を始めた。そして宜野湾チュラ水会に重要なメンバーが参加する。タイモ農家の宮城勝さんだ。宮城さんはタイモを自然栽培するだけでなく子どもたちが泥に親しむ場を作り自然農法に関心を持ってもらう活動をしていたが PFAS 汚染でそれもできなくなった。町田さんとあと何人かの女性に声をかけられて、ちょっと宜野湾の普天間基地からこういうのが出てるから農業してる立場として、一緒に勉強会に参加しませんかっていうのが始まりだったんで。もともと知り合いだったんですか？いや違います。あ、違うんですね。はい、チュラ水会の立ち上げは女性が立ち上げた。原因を突き止めたいっていうことで、自分も賛同して、数人で始まった宜野湾チュラ水会の活動は積極的だった。
これはメンバーが撮影した普天間飛行場の消火訓練場の様子。炎が上がっているのが分かる。津田が去年町田さんから案内された排水管の先にあったのがこの消火訓練場。ここから1リットルあたり28,800ナノグラムの天文学的 PFAS が検出された。その汚染水が普天間第二小学校に向けて置かれた排水管から市内へ流された。去年4月、 PFAS 連絡会は宜野湾で県民集会を開催。町田さんらがスピーチし、442人の市民らが各地から参加した。この集会にアメリカの巨大化学企業デュポンの PFAS 垂れ流しに対し住民の集団訴訟を主導、7億ドル以上の和解金を支払わせ、映画ダークウォーターズのモデルとなったロブ・ビロット弁護士もオンラインで参加。沖縄の住民に向けこんなメッセージを寄せた。 PFAS は発がん性の猛毒で健康被害を起こすことを企業は知っていたが隠していました。一人の農民が巨大化学企業と戦い、環境規制と戦い、成果を出しました。日本でも米軍基地の PFAS が知られ始めています。どうか皆さん立ち上がり、声を上げ、 PFAS 汚染をなくす努力をしていってください。宮城さん、そのメッセージどうお聞きになりました？勇気をもらったというか、基地ができて、僕の生まれる前からあるんですけど、ヘリの爆音とかはもう小さい時から聞いてるので、当たり前のように育ってきたっていう、この水に関しては子供からじいちゃんばあちゃんまで全ての人がこの飲み水を飲まされる、発症してる場所をこう突き止めたい、突き止めないとちょっと始まらない。沖縄の問題ほとんどそうなんですけど、やってもやっても全然こう成果が見えないというところがあるんですが、 PFAS に関してもそうなんですが、成果を出した方が頑張ってくださいという励ましはやっぱ私たちの励みになるし、アメリカ、私たちだけじゃなくてアメリカも同じ問題抱えてたんだっていうのでは、今も抱えてますけど、すごく勇気になりました。町田さん、宮城さんら宜野湾美ら海会のメンバーは毎週土曜日、宜野湾市役所などの前でスタンディングデモを行い、そこを通る車に向けて PFAS 問題のアピールを続けるようになった。PFAS 連絡会が次に考えたのが住民の血液検査だ。血液検査を行おうとしない国や自治体を動かすため、独自に血液検査をしようと考えたのだ。やっぱり検査を してデータを揃えないことには何も言えないなというので、説得力がないなという、数字がなければっていうので、もうやるかみたいな感じでしたね。そこで PFAS 連絡会は宜野湾市、金町、嘉手納町など米軍基地があり PFAS 被害を受けた地域に加え、近くに米軍基地がない大宜味村でも血液検査を行うことにした。基地が近くにない地域とある地域の結果を比較し、基地が住民の PFAS 血中濃度にどんな影響を与えたか明らかにするためだった。そして6市町村で387人の血液を採取。検体を京都大学大学院の原田浩二准教授のもとへ送った。しかしそれでも国や地元自治体の動きは鈍かった。こうした様子を見て、タイモ農家の宮城勝さんは22年9月に予定された宜野湾市議会選挙に立候補することを決意した。とにかく原因を突き止めて、そこさえストップすれば残す意味もあるのかな。とにかく子供たちとも一緒に遊べるような場所を残したくて、
この水問題はこう避けては通れない、うん、でも一市民の場で要請をしていってもなかなかっていう、そういう限界もっていうことですよね。そうですね、政治にこう訴えかけて政治を変えるしかないのかな、うん、大きく言えば、ね、うん、実は若い頃平和運動をしていた父への反発から東京へ渡った宮城さん、沖縄に戻り自然農法のファームも始めた後も政治とは無縁の生活を送っていた。もう政治家だけはもう人前で喋るっていうのは僕の中でありえなかったです、うん、マイク握って街頭演説とか、うん、そういうのももう僕の中ではなかったし、うん、10年前でも想像できなかったみたいな。できなかったですね、うん、もうずっとこの農業をして余生を送っていくのかなっていうふうに思っていたので、うんうん、その宮城さんを大きく変えたのが PFAS による水の汚染だった。そして宮城さんの背中を押したのは町田さんだった。ぜひ応援したいと思って、うん、まあ、後援会長になったんですけどそうなんですね本当に政治の背の字も知らない私たちが、うん、やっぱりそこまでいかないと解決に結びつかないんじゃないかって、うん、いうところで出した結論です。宜野湾市議選は定数26人に31人が立候補表明し、宜野湾市長選、沖縄県知事選と同じ9月11日の投開票が決まっていた。宮城勝さんは共産党の公認を得て宜野湾市議選に初挑戦することになった。市長選に宜野湾美ら海遣いから出馬した中西春正さんの事務所で初めてマイクを握り思いを語った。もう水は子どもたちの生命をつなぐ水なので、この水が汚されてるというのはもう本当に許せないです。もっともっと広く訴えるためにも、中西さんの当選と、もちろんデミさん、この県と市とで市議で固まれば、基地内調査まで持っていけるんじゃないかっていうふうに僕も思ってるので、とにかく粘り強くですね、本源を立たないと困りません。なので一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。選挙運動が始まると宮城さんは生まれて初めて選挙カーの上に登りスピーチすることになった。初めてなので、うん、最初こいでなかったです、うん、いざ選挙カーの上に登って、うん、マイク握ってってなると、ちょっと応援で、うん、その国会議員が来たんですよ、うん、その方と一緒に登ったんですけど、まあ、僕は喋れませんでした国会議員の人はね、まあ、流暢にそれは流暢にね喋れる。そうですね、うん、もう日本の国政の話から始まってて、僕はもう PFOS 一辺倒しかないので、うんうん、話してて頭が真っ白になるみたいな感じ。なりました、なりました。一応だから事前にこういうこと喋ろうって思うわけですよね思ってるんだけどうまくいかないですね。いやでもそうですよね。宮城勝さんに来てもらってます。ありがとうございます。投票8日前、宮城さんは町田直美さんとネット配信に臨んだ。同席しているのは市長選に立候補する美ら海遣いの仲間で新人の中西春正さんだ。まあ、慣れないことしてるのでもう右も左も動からなくて、お疲れ様です。もうただ、ね、思ったことを喋るだけです4人全員の当選させるというのは大使命ですので、今日は残ってる力を振り絞って頑張ります。頑張ります。この水で停滞中の子が生まれてきたりとか、子供に対しての影響はすごいんだよみたいなのを聞いてきて、仕事の話するとね泣くわけだって、悔しいんだなと思って毎回毎回見たり、みんなに気づいてほしい、うんうん、これがいかに人体に影響を与えるかとかね、うん、バイデン政権がこの PFAS に対してのこの対策、はい、そして10兆円計上してるので、もうそれだけ脅威だっていうのを、多分アメリカも認めているところだと思う。
町田さんは宮城さんが58歳で初めて挑んだ選挙戦をどう見ていたか。勉強してますよ、すごい。やっぱ市のためにとか、そういう市民のためにっていうすごい芯があるので、どうした方がいいっていう、何を始めたらいい、何を考えたらいいっていうのがいつもこう軸の中にあるので、宜野湾市議選では宜野湾美ら水会から宮城さんを含むこの4人が立候補していた。宮城さんなど新人3人はそれぞれ別の党から公認を得ていたが、そのうち最年少が47歳の座間味和香さんだ。座間味さんはそれまで女性団体や広告会社に勤めるなど政治とつながりのない生活を送ってきた。そんな座間味さんがなぜ宜野湾美ら水会に加わり、政党の公認を得て市議選に挑戦したのか。津田が座間味さんを訪ねた。あ、こんにちは。どうもご無沙汰してます。よろしくお願いします。座間味和香さんは1975年宜野湾市生まれ。中学ではバスケットボール部に所属し、高校まで地元で過ごした。母親が北谷町の米軍海軍病院で働き、幼い頃から基地に出入りしていた。病院関係の方だったりっていうのもあったのかもしれないですけど、軍人というような形での接し方ではなかったので、基地に対しての悪いイメージっていうのはなかったです。で、うるさいのももうずっとそうだったので、気にしないっていう、気にならないっていうような感じです。音が鳴っていてもなんか気にならなくなるようにね。そんな感じでした。湧き水が豊富な宜野湾市だが、座間味さんの生まれ育った地域にもこの噴心川などの湧き水があり、座間味さんも友達とよくここで遊んだという。噴心川ではもう伊佐の湧き水なので、もちろん遊びましたし、そこでよく水苔があるので滑って頭打ったりとかっていうように、もう普通に噴心川でも遊んだし、飲んでました。それぐらいもう身近な存在だったわけですね。座間味さんは福島県の大学を卒業して帰郷し、沖縄女性財団で市長を7年間務めるなどした。その後広告会社などで勤めたが、2017年に転機が訪れる。県の女性海外セミナーでニュージーランドに10日間研修に出かけた。その時に行われた総選挙で労働党が躍進。翌月、ジャシンダ・アーダーンさんがニュージーランドの政治史上最年少の37歳3ヶ月で首相となったのだ。女性首相としては3人目だ。そしてアーダーン首相は就任の翌年、妊娠を発表すると6月に女の子を出産。6週間産休を取得し、世界で初めて首相在任中に産休を取得した政治家となった。通訳してくれた女性の方が、もうみんなアーダーンがいいって言うのよっていうふうに、応援してるのよ、うちの旦那も応援してるのよっていうぐらい、やっぱり女性も男性も応援してるっていうようなことは言ってたので、なるほど。じゃあもう世界的に注目される前から、もうこの人はすごいんじゃないかっていう、注目は地元では言ってたんです、ね。なるほどね。ニュージーランドはジェンダーギャップ指数が4位と屈指のジェンダー先進国。最もハードルが高い政治でも女性国会議員がほぼ5割に達するなど、日本とは雲泥の差がある。しかも女性たちが声を上げて戦い続けていることに感銘を受けたという。女性の働いてる方たちが組合が入る女性協会というところの方に行ったんですけれども、そこがもう120何年続いてる長い協会 で、で女性の賃金格差だったり、その時は介護士の賃金で男性女性で差があるっていうことで、おかしいって言って、やってることは同じなのに、男女で違うっておかしいんじゃないかっていうことで、そういう会が100年以上前からあって、100年かかっても
立ち向かってるっていうところで、継続してる年数っていうところにまず驚いて。座間味さんは沖縄のジェンダー状況を前進させるため政治への挑戦を考え始めた。そこへ明らかになったのが米軍基地由来とみられる PFAS 汚染だ。湧き水が豊富な宜野湾では次々と湧き水が汚染された。汚染された湧き水の中には、座間味さんが子供の頃そこで友達と遊び、その水を飲んだという粉塵川もあった。この土の PFAS がまさに子供の頃遊んだあの場所でっていうのはやっぱりショックでしたか、ね、ショックですし、今でもやっぱり子供たちはこの湧き水で遊びますし、お今だから、はい、あのここは、ね、飲んではいけないよっていう風な、もちろん立て看板はしてますけれども、うん、そこにいるザニガニを捕まえたりっていうような形で、遊び場なんですね、今もね。遊び場はやっぱり子供にとって水場は遊び場なので、うん、そうですよね。宜野湾市議選への挑戦を考えていた座間味さんは宜野湾チュラ水会に参加。若いメンバーとして宜野湾市役所前におけるプラカードを持ってのスタンディングデモにも参加するようになった。永遠の化学物質っていうところで子どもたちに影響が出てるっていうのが、今私たちが知ってる現状がスタート地点だとしたら、海外ではそれがもう何十年も前から言われて、その結果が出てきているっていうところはがあったので、そのためにどうしたらいいのかっていうのを考えるようにはなりました。若い座間味さんが宜野湾チュラ水会に加わり、宮城さんと同じく宜野湾市議選への挑戦を考えたことについて町田さんは、やっぱ女性が働く環境というのがすごい悪すぎるっていうので、何かできないかなというのを考えたみたいで、それでまあ PFAS のことも相まって、やっぱり子どもたちが健康でないと子ども女性が働けないっていうので、うん、水の問題は女性の問題だっていうので、うん、私もっていうことで、この立候補するっていうのを、はい、聞いた時に町田さんはどう思われました？いやー、もっと出ろって感じでした。もっとどん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 。去年7月、座間味さんは選挙事務所を開いた。皆さんはじめまして、座間味和佳と申します。今回宜野湾市議選の立候補を予定しています。初めてになります。で、私は宜野湾チラ水の会で日本の勉強させていただいた中で、1ヶ月後、同じチラ水会の会員で市長候補予定の中西さんの事務所開きで演説のためマイクを握った。私自身は結婚もせず子供もいない中でですが、今母の介護をしております。そういう中でたくさんいろんな学問を持った方が市議選に出ていいんじゃないかというふうに思います。やがて自分の女性政策が立憲民主党の政策と近いという知人のアドバイスを受け打診したところ、投票日のおよそ1ヶ月前に公認を得ることができた。しかし、公示の2週間前にコロナになりまして、ああ、なんかそういえばそうだった、おっしゃってた。1週間動けなかったんですね。ようやく復帰すると、蓮舫参院議員や辻元清美参院議員が座間味さんらの応援に駆けつけた。それでも選挙でやらなくてはならないことの多さに戸惑ったという。党の方が応援に来てくれた時も、まだやってないの、これもやってないのっていうふうに言われるぐらい、しかもコロナだし、コロナだし、もうダメだって。私看板も作ってないし、上りも常時立てたのって事務所の前と友達で3本ぐらいっていうぐらいで、本当にもう認知、どう周知していいかわからないっていうところだったので、ダメなんだろうなって思って。今日のゲストは座間味和佳さんです。投票9日前、座間味さんは市長選候補予定の中西さん、宜野湾チュラ水会の照屋正文さん、
中学の同級生の男性と SNS ライブに出演した。テリアさんです。宜野湾美ら海遣いで今 PFAS の活動をしています。宜野湾市議会に立候補を予定しています。座間美和香と言います。私が子供の頃に大山小学校出身なので、学校帰りに下の学校の下のターム畑で泥棒になってアメリカザリガニを捕まえたりとかっていうようなことが、今の子どもたちにはそういう思い出がない、なくなっちゃうんだなって思った時に、命に関しても今動いてあげなきゃこの子たち、そしてその次の世代にもまた影響が出てくるんだなというのは思いますね。本人の中でもきっと気持ちを固めていくまでにいろいろ葛藤とかはあったと思うんですけど、この間演説聞かせてもらって、成長したなぁ、やっぱり日々成長したな、はい、はい、皆様、座間美和香をよろしくお願いします。心強い和香さん、頑張れ定数26に31人が立候補した2022宜野湾市議選。宜野湾美ら海遣いからは宮城勝さん、座間美和香さんら新人3人と現職1人の4人が立候補し、 PFAS 問題を訴え続けた。町田さんは全員の応援のため奔走し続けた。町田さん、応援団長されていました、はいはい、選挙運動いかがでしたか？もう大変でした、うん、しかも直前に3人美ら海遣いから3人出て、まあ、1人は議員さん、もともと協力的な議員さんで、うん、もう7期目になったんで、うん、まあ、こちらはまあ慣れてるんですが、まあ、3人とも新人で、しかも美ら海遣いから出るというので、10名ぐらいの美ら海遣いから3人議員出たら、うん、一体誰が当選させるのみたいなところもあったんですけど最終的には政党がみんなついて、うん、こっちが危ないって言ったらあっちに行ってとか、こっちが今なんかとても落ち込んでるから励ましてきてとか、なんか食べ物持ってってとか、もうこの3人のチームワークは本当に素晴らしくて、3人とも当選するぞみたいな、誰一人落とさんぞみたいな。で、私たちもそれにも励まされながら、朝から晩まで夜中までなんかチラシ配りした。この時、市議選と同時に行われる宜野湾市長選に、美ら海遣いのメンバーの中西春正さんが現職で自民公明の推薦を受けた松川市長に挑戦。さらに同じ9月11日が投開票日の県知事選では、宜野湾美ら海遣いは現職の玉城デニー知事を支援していた。玉城知事は自民公明推薦の佐喜真淳候補とのリマッチに臨んでいた。こうして選挙戦に臨む一方で、美ら海遣いのメンバーは独自に PFAS の調査を行った。最も汚染が懸念された普天間飛行場の隣にある普天間第二小学校で土壌調査を自分たちで実施した。グランドっていつでも子どもたちが授業したり、こう学びの場でもあるので、そこの土壌に含まれてるんじゃないかということで調べてくれということを訴えていったんです。教育委員会の宜野湾市も、日本には土壌に関する基準値がないと、うん、いうことでスルーされて。こちら普天間第二小学校裏門になります、はい、一箇所は津田が町田直美さんに案内された普天間第二小学校裏門付近の土壌。さらにこちらも津田が町田さんに案内された普天間飛行場のすぐ横にある小学校校庭のバックネット付近の土壌だ。全部で3カ所の土壌を実際の分析を行う県環境科学センターの職員が市の教育委員会の立ち会いのもと採取した。土壌調査は20万かかったんですよ、うん、3種類の PFAS3 箇所からということで9つ分で20万で
やっていただいて。土壌調査も7月の血液検査も費用はかかったが、ほとんど寄付で賄ったという。町田さん、宮城さん、座間味さんらが寄付を呼びかけると市民も反応してくれた。あ、もうほとんど寄付です。あ、寄付で、はい、皆さんやっぱり子どものためにとか、やっぱり水の問題っていうのはすごい切実だし、特に若いお母さんたちすごく気にしてまして、よろしくお願いします。9月5日市議選の投票6日前、宜野湾美ら海遣いは普天間第二小学校3カ所で採取した土壌の分析結果を発表した。学校の裏門付近は土壌1キログラムあたりPFOS 1100ナノグラムを検出。アメリカで土壌から地下水の汚染を防止する目安値が PFOS 38ナノグラムなので、およそ29倍となる高濃度だった。ちなみに日本では土壌における PFAS の国が定めた基準値は作られていない。そしてバックネット付近は土壌1キログラムあたりPFOS 700ナノグラムを検出。これもアメリカで土壌から地下水の汚染を防止する目安値の18倍の数値だ。いや、もう予想以上の蓄積だったと思います、うん、やっぱりなという思いと予想以上だなっていう、うん、はい、何でも対策も取らずにこう学びの場としてあるということ自体、うん、ちょっと僕としてもびっくりですね、うん、日本だとね、この土壌における PFAS の、うん、この国が定めた基準値もまだ作られていない、はい、そうですね。でも子どもたちは日々成長してるじゃないですか。うちの孫も入学前だったのがもう2年生です。で、野球部に入りたいっていうので、あのバックネットでこの子たちが滑り込みセーフとかするのかなって、もう結構、ま、巻き上げてちょっとゾッとしますね、うん。2022年9月11日、県知事選、宜野湾市長選、市議選などの投開票の日を迎えた。夜8時、投票が締め切られると同時に、県知事選で玉城デニー知事の当確が報じられた。自民・公明推薦の佐喜真候補に6万票以上の差をつけて再選された。万歳！万歳！これで宜野湾市議選に初挑戦した美ら海遣いの宮城勝さんは、玉城知事の再選を我がことのように喜んだ。今支援者が集まって、ありがたいですわ。起こりました。そして支援者が家族だ。デニー当選です。おー、すごい。最年少の座間味和香さんの選挙事務所にも支援者たちが集まっていた。そして午後11時過ぎ、宮城勝さんの事務所で。宮城勝さんの当選確実が報道された。宮城さんの市議選挑戦の背中を押した町田直美さんが駆けつけて祝福した。あと9人当選すること、自分の願いこれだったって、立候補の目的。めっちゃかっこいい。中君頑張れ、中君死ぬまで頑張れよ。頑張れ頑張れ頑張れ。素敵、本当に。まずは奥さん。宮城さんの妻も夫の初当選を喜んだ。そう、めっちゃ拍子抜きでした。もう勝ったと思った、その時。しゃけだった。マサルのことよく分かってる。しかも後から、ね、奥さんいたのみたいな感じだよね。議員になってやりたいこともたくさんあると思うんですけど、うん、まずはどれから手をつけますか。まずはこの水、生活用水として流れてる水の基準値、この基準値をどうするのか。有機フッ素化合物 PFOS に関する二次被害とか三次被害とかっていうのも追求していかないと、土壌がまた汚染されていくので、そういったところもいろいろ情報集めとかしていきたいです。はい、ありがとうございます、はい。この20分後、
座間味和香さんの選挙事務所。開票開始直後は当落線上にいた最年少の座間味和香さんも当選確実が伝えられた。2017年にニュージーランドへ研修に行くまで政治とは無縁の生活を送っていた47歳の座間味和香さんは当選した26人中6番目に若い議員となった。何もない手作りなところから始めたもので、チラ見遣いからも全員当選できたということは本当に一番いい形で終わり、迎えることができたかなっていうふうに思ってますし、今は一番ホッとしています。先生ありがとうございました。 PFAS 問題を動かすには政治に関わるしかないという思いで選挙に挑んだチュラ見遣いのメンバー。宜野湾市長選に挑んだ中西さんは現職市長に敗れた。しかし宜野湾市議選ではそれぞれ別の政党や無所属で挑戦したチュラ見遣いの4人は新人の3人を含めて全員が当選という大きな成果を挙げた。勝てると思ってました、ただ分かんないですかねこれは、思ってはいましたけど、開けてみるまでやっぱりちょっと不安もありましたので、全員当選予想通りだったので本当に万々歳でした。宜野湾市議選という一つの壁を乗り越えたチュラ見遣いのメンバーは世界の PFAS 追求のきっかけを作ったアメリカの活動とも連帯した。去年9月20日アメリカ各地で PFAS 汚染に対する EPA 環境保護庁の積極的な行動を求めるアピールが市民たちによって行われた。日本では宜野湾を含めたPFAS で揺れる県内の住民たちがスタンディングデモを行い、アメリカの市民たちへ連帯のメッセージを送った。4月の集会でデュポン集団訴訟の代理人ビロット弁護士とつないだことに続く世界へのアピールとなった。チュラ見遣いとアメリカをつないだのはアメリカで軍による PFAS 汚染を追及する市民グループのパット・エルダーさんだった。パット・エルダーさんでした。退役軍人の会とかそういう関係からやっぱり情報があったので、じゃあ私たちも一緒にやろうというので、茶谷美太も一緒にやりました。向こうは向こうでやってこっちはこっちで。去年10月沖縄 PFAS 連絡会は記者会見を開いた。この年の夏米軍基地がある五市町と基地がない大宜味村で18歳以上の住民387人の PFAS の血中濃度を調べた結果を発表したのだ。京都大学大学院の原田浩二准教授が調査に協力した。この結果特に PFOS は基地がある嘉手納、宜野湾、北谷など5市町の数値が県内で基地がない大宜味村よりも明らかに高く、2021年度に環境省が調査した全国平均と比べてもさらに高いことが明らかになった。また PFOS、PFOA の代替として使われこの年の6月にストックホルム条約で製造・使用が禁止となった PFHEXS についても調べると基地のある市町の住民の数値は明らかに高いことが分かった。そして日本にはPFAS の血中濃度について国の基準は定められていなかった。やっぱ予想通りですよね。やっぱ宜野湾あたりでもやっぱり女の子たち の妊娠中の高血圧、甲状腺機能障害とかそういう話が多々あるので、やっぱりかっていうところありますね。血中濃度検査に協力した京都大学大学院の原田浩二准教授に津田が聞いた。
基地の周辺のご市長、ここの住民たちはですね、飲料水、水道水をですね、茶炭浄水場と呼ばれるところから排水されているわけです。その茶炭浄水場の水道水中の PFAS 濃度っていうのは高かったわけですね。やはりその水を飲んでこられた住民の方々の血液が高かったわけです。やはりそれは水の汚染によってそのことが起こったと言えます。アメリカアカデミーは去年公表したガイドラインで、7つの PFAS の合計が20ナノグラムを超える患者には特別な注意を進めている。沖縄では PFOS、PFOA、PF ヘクス S の3つだけでも、宜野湾市喜友名、金武町、北谷町は平均が20ナノグラムを超えている。これについてはガイドラインにおいてはですね、血液1ミリリットル当たり20ナノグラム、これを超えるような方たちについてはですね、やはりその暴露を低減させないといけないと、いくつかの病気については注意深く観察する必要があると言ってます。その点では健康リスクも多くの方にとってあるのではないかということですね。検査した原田さんは汚染源をどう見ているのか。特に沖縄県においては PFOS と呼ばれるものが非常に濃度が高いところが多いと言われています。で、それがやはり検出されている場所がですね、嘉手納基地であるとか、普天間飛行場、その周辺であるわけですね。で、そもそもではその PFOS を含むですね、泡消火剤、これは米軍として沖縄で使ってきたということは、これは明らかなわけですね。ですので、その影響が見えてきているというのはもう、可能性、かなり蓋然性のあることだと思っております。国の PFAS 問題への取り組みがほとんど進まない一方で、 PFAS 汚染の実態を自分たちの手で明らかにしようとする市民たちの活動は、一部の行政をも動かし始めた。去年12月、沖縄県が普天間第二小学校など米軍基地周辺の土壌を4カ所調査すると発表したのだ。そして翌年2月に発表された結果では、普天間第二小学校の裏門近くの土壌から 1kg あたり6600ナノグラムの PFOS が検出された。これはその前に宜野湾美ら海水が独自に調査した数値より5倍も高く、また基地がない糸満市と比べて 16.5 倍もあった。さらにアメリカで土壌から地下水の汚染を防止する目安値 PFOS38 ナノグラムと比べると380倍という極めて高い数値だった。 PFOS というのがですね、新たな製造、新規の製造とか輸入というのはもう2009年にですね、規制が始まったわけです。しかしそれがですね、2022年においてもですね、これだけ、土壌の環境等から検出されるということは、やはりその残留性が高いものであると。そしてそれがなぜこの小学校の土壌に含まれるのかという点で言えばですね、やはり普天間飛行場等で使ってきたものがですね、その近隣の方にまでですね、流出している、もしくは地下とかを通じてですね、そういった周辺環境にも影響を及ぼしているという点で、基地の中だけではなくてですね、その周辺にも影響を及ぼしているのではないかということを伺わせるものだと思っております。日本には現在この土壌における PFAS について国の基準がないという状況です、これについてはいかがですか。今日本においては水道水と河川や地下水についての、目標値、指針値、というものしかないわけですね。それもまだ暫定なんですが、じゃあ水を汚染するものは何かといえば、それは土壌から汚染することも多いので、そういった中で土壌の、における基準というのも設定される必要はあると思います。土壌調査を行った沖縄県の担当者は、国の土壌についての基準もないことについてこう述べる。令和元年に、環境省、国に対してですね、水及び土壌のですね、基準を設定してくれということを申し入れています。引き続き土壌について、基準を定めるようにということで求めているところなんですけれども、県としては基準が必要であろうというふうに考えている
令和5年および令和6年にですね、全県的な土壌中の PFOS 等の濃度を測ってですね、その調査結果をもとにですね、国に対してですね、再度求めていこうかと考えています、うん、沖縄県は近々全県での土壌検査を行い、その結果をもって国に土壌の基準を作るように求めるという。PFAS 問題の打開のため海外と連携を図る沖縄 PFAS 連絡会は、町田さんを除く共同代表が去年秋に上京、外国特派員協会で会見した。 PFAS による水汚染問題は、参加したのは共同代表の一人でうるま市在住の伊波芳康さん。共同代表の一人で北谷町議の玉那覇秀子さん、共同代表の一人、元 WHO アメリカ事務所環境専門官で沖縄大学名誉教授の桜井邦俊さんは英語でスピーチした。ウォータービューローリクエストアゲイン US カデナイエアベース The permission of the on-site inspection. However, there was no answer. Without the permission of US forces, Japanese authority cannot carry out the identification of contamination sources, although the identification of contamination sources is the first step to be made to protect the lives of Okinawan people.この会見にはジャーナリストで PFAS 問題を追及するジョン・ミッチェルさんも登場した。ジョン・ミッチェルさんは嘉手納基地から泡消火剤が流出した事故の映像など数々の米軍の内部資料を入手。普天間飛行場の消火訓練場で28,800ナノグラムという天文学的な PFAS が検出された事実など幾多のスクープを発信してきた。 PFAS contamination is a massive problem in America. Department of Defense is investigating 700 locations within the United States. And when they find contamination, they really help the communities. So in America, the military is providing water to 52 communities that has been contaminated. And also when the military contaminates farmland, they tell the local farmers, and they've already notified about 3,600 farmers. So you can see a real double standard. This is a really massive problem within the United States, and so there really needs to be action taken. That is a double standard happening here.1月には国連元特別報告者によるギノ湾のチュンナーガー訪問も実現した。国連で健康の権利の特別報告者を務めたリトアニア出身のダニウス・プラスさんが沖縄を訪問。ギノ湾チュラミズ会の照屋正文さんがプラスさんを国の重要文化財で PFAS に汚染された湧き水チュンナーガーに案内した。この国連元特別報告者のチュンナーガー訪問に同行したのが、琉球民族独立総合研究学会の理事を務める親川しな子さんだ。実は親川さんは国際社会へ訴えようとしている宜野湾チュラミズ会の相談に乗っているという。津田が親川さんを訪ねた。ご無沙汰してます。よろしくお願いします。失礼します。親川さんの団体は琉球民族の将来の政治的独立を念頭に研究活動を続けている。 PFAS に汚染されたチュンナーガーを見た国連元特別報告者のプラスさんは何を言ったのか。でチュンナーガーも、行って人々がこう聖地として使ってきた場所がもう本当にフェンスと隣り合わせであるっていうこととか、自分はロシアに占領された歴史があってこう独立したので、皆さんの言ってることがよく分かりましたという形になって、親川さんは PFAS 問題を国際社会や国連に訴えることが日米政府に対するプレッシャーになると語る。
国連から来てジャニーズの問題はじめいろいろヒアリングしてましたけど、一つの国の中でなかなかこう解決できない問題っていうのをこう国際的なあの基準に照らし合わせてしっかりこう改善させていくためのに使えるものだと思っているので、やっぱりPFAS の問題にしても世界中でいろいろ禁止されているのに沖縄だけは米軍基地だとは必ずしも言えないとか、なんかまだ未だにそういうことを言っているので、やっぱりちゃんと見てもらって改善していくっていうのはあの当たり前に必要なことかなと思います。宜野湾美ら海づかいの市民たちが動かない政治を動かすために市議選に挑戦したことについては親川さんはこう言う。素晴らしいですよね。なんか行政にお願いしますって頭下げるだけではなくって、自分たちの中からまあ議員を出してやっていこうっていう、誰かがやるんじゃなくって自分たちでやれることは全部やろうっていうスタンスで動いてたので、はい、なんかいいなと思いました。 PFAS 問題を動かない国に頼らず解決する道を探っているのは玉城知事も同様だった。3月に3度目の訪米をすると、議会の有力議員や国防総省の担当者らと面談。 PFAS 廃棄物の焼却禁止などを定めた国防権限法を海外の米軍基地へ適用するよう求める提案を行ったところ、ある議員からぜひ検討したいという反応があったという。その直後、アメリカ環境保護庁 EPA はリーガン長官が会見し、飲料水についての新たな PFAS 規制治安を発表した。Leadership and dedication on addressing PFAS contamination across the state and across the nation. I truly, truly appreciate her. それは最大許容汚染濃度を PFOS、PFOA ともに1リットル当たり4ナノグラムとする案だった。アメリカは2016年、動物実験などに基づき飲料水の生涯健康勧告値を PFOS、PFOA合計で1リットル当たり70ナノグラムと設定。これを参考に日本では国が水の暫定目標値を PFOS、PFOA合計で1リットル当たり50ナノグラムに設定した。アメリカは去年6月、人の疫学データに基づき暫定健康勧告値として PFOS 0.02 ナノグラム、PFOA 0.004 ナノグラムという案を発表した。今回のそれぞれ4ナノグラムを最大許容汚染濃度とする案は去年ほど低くないものの、日本の暫定目標値 PFOS、PFOA 合計で50ナノグラムと比べればはるかに厳しい規制となった。EPA はパブリックコメントを募り、近々この案を正式採用するか決めるという。そしてバイデン政権は2年前の11月にインフラ投資法で PFAS 対策として100億ドルを投入すると明らかにしている。アメリカ側の姿勢について原田准教授は言う。一つの化学物質のグループにだけにですね、これだけの予算を投入するということはこれまでなかったんではないかと思います。やはりそれだけですね、この PFAS の汚染がですね、米国内においては非常に各地であって、それがそれの影響を受ける方が多いと。なぜここまで厳しくなっているのか、やはりそれは、当初思われていたよりですね、健康影響というのはより低濃度で出るんではないかという懸念が高まっているからですね。9月7日沖縄を取材する津田は本島のほぼ中央部にある金武町へ向かっていた。金武町は町の面積の6割をアメリカ海兵隊の施設が占めているが、その大部分を占めるのがキャンプハンセンだ。これがキャンプハンセン。人口およそ1万人の金武町において9000人収容の兵舎を持ち、市街地のキャンプ地区に加え大名連山などで実弾射撃演習を行っている。金武町に着くと津田はキャンプハンセンの第一ゲートに向かった。ここで待ち合わせている人がいた。
はじめまして。あ、津田と申します。よろしくお願い、あ、津田と申します。よろしくお願いいたします。吉田勝弘さん、金町の町長を2期務め、尾長知事の匿名で基地問題を担当する政策調整官も務めた。今は金町の PFAS 問題を追及する市民団体の共同代表を務める。吉田さんは我々の車を先導してくれた。すると、きれいに整備された陸上競技グラウンドの横を入っていった。これこれこれ、ちょっと資料、これこれこれ、これが現場と、これが最近、ここはもともと基地だったんですよ、うん、これ全部、あ、このグラウンドのところまで含めて基地だったんですね。ここ全部、あ、それが返還されて、返還して、ね、でまずは運動場の方を返還をして、でこっち返還して、でこっちも返還するようにって言ったら、こっちはなかなか認めてくれなかった、うん、うん、であれが琉球病院で、この整備された場所はかつて基地だった土地。奥に見えているのは独立行政法人国立病院機構の琉球病院だ。琉球病院は戦後米軍統治下で作られた精神疾患専門の病院で、キャンプハンセンより前に開設された。現在も病床数が416床の県内屈指の大病院だ。そして問題は、この病院の横を流れている川だった。これ溜まってるでしょ、あれ、うん、これ水ですよね、ね、これこれこれ、この大きい川なんですね。そうそう、これ上から流れて、これ溜まって水がまた次第にこの下流に流れていくわけです、うん、琉球病院のすぐ横を流れるこの川の上流にはキャンプハンセンがある。キャンプハンセンの中を流れた後、琉球病院の脇を流れるこの地点で、2020年から3年連続で高濃度の PFAS が検出された。いずれも国の基準値50ナノグラムを上回る値だ。ずっと高い、はいはい、PFAS が検出されていますが、はいはい、これはどういう意味があると思いますか？いや、だからそれがこの上流のこの洗車だとか、うん、でこれまたもっと上は演習場になってるんですよね、うん、演習場、あ、いわゆる105ミリとか迫撃砲とか、こう着弾地になって山焼けてるわけです、うん、山焼けて、それ消火やるでしょ、また復帰前から演習やってますから、うん、山焼けて、その長い年月かけてやっぱりそれが染み込んでこっちに流れてきたと、うん、なるほど、なるほど、で 地形的にこっちに、そうそうそう、もうこっちに入ってことなんですか、はい。この上流で海兵隊が実弾射撃演習を行い、山が焼け、それを消火した際の泡消火剤の PFAS がここまで流れてきたという。そして金町は宜野湾同様、地下水が豊富な町で、住民が飲む水道水に地下水を利用してきたが、そこにも PFAS 汚染が広がっていた。琉球病院の地下水からも PFAS が出てるんですよ。PFAS の入ってる水も飲んでるわけです、うん、だから原因をはっきりしてるわけですよ、うん、原因ははっきりしているけれども、中に立ち入り調査ができないから、だからこれおかしいはずです、うん、だから主権はどこにあるかというと、よく言われた地域協定問題があって、うん、我々が取材する間に鳴り続けている乾いた音があった。さっきからね、あの音が鳴っている、うん、あのパンパンパンという音は何ですか？はいはい、あれは機関音ですね、うん、ライフルの音やってるんですよ。でこれはですね、ほら英語も聞こえてくるでしょ、うん、だからこういう形で、ほれほれ、だから これもですね、朝6時からやってるんです、うん、でまた深夜もやる時もあるし、でだからこれをその校門の前まで聞こえてくるわけですよ、うん、だからこの音を聞いてね、子供たちが何を思うかと、うん、戦争体験者はこの音聞いてやっぱりもう耐えられないって言ってます、うん、だ子供たちがもうだから鳴らされるっていうんですね、こういうことに。やっぱり良くないことですよね、こういうのね。この機関砲の音はもう本当に日常的にずっと鳴ってるんですね。そう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 、うん、日常的に。次に吉田さんが我々を案内したのは、先ほど見た川を下流に向かっていった方だ。先ほど見た琉球病院より下流となるここの地点でも、
3年連続で基準値の50ナノグラムを超える PFAS が検出された。こっちの河川流れてるわけでも、また向こうは両方の河川がで向こうで合流するんです、うん、だから この下に河川が流れて、でこの上にだから治療捨て場があったわけですよね。ちょうどこの上の方に。次に案内されたのはさらに下へ降り、海沿いの国道から脇道を降りていった場所だ。今国道渡りましたよね、はい、あの国道からのところと向こうから精神病院のところからこう流れてくるわけですね。また一緒にあれみたいな、この辺が下流ですか。そう、下流、下流、うん、ここが琉球病院裏を流れた川の最も下流地点だという。ここですね。エビなんか見ますよ、ね、でここでも調査をして。そうです、そうです。低くはなっているけれども基準値以上まで。そうそうそう、ことですね。この最も下流となる地点でも3年連続でやはり日本の基準値である50ナノグラムを上回る PFAS が検出された。そして最初に取材した琉球病院の上流と比較すると、全ての調査でよりキャンプハンセンに近い上流の方が数値が高いことから、これが汚染源がキャンプハンセンであることを示す有力な防潮ともなっている。吉田さんは海に出るとある場所を指し示した。ここですね。あ、はい、さっきのあの川からこのように川からこうして PFAS で汚染された水が川に流され、こうして海に流れ出ていた。あれが基地なんです。あ、はい、レッドビーチといって揚陸艦とかですね、あの上陸終点とかがここに泊まりますね。だからベトナム戦争の時はもうこっちから運ぶでしょ、うん、兵隊を。ここからこういう、はいはいはい、どういう形でこの海に影響を与えているか、うん、でまたあのピフォースもその農作物にどういう影響を与えるかという、いろんな被害が出てきて大変ですからね。また今度は吉田さんはキャンプハンセンの訓練場がある山の方に向かっていった。吉田さんが最後に案内してくれた PFAS 汚染の現場はキャンプハンセン訓練場の真下にある場所だった。米軍の処理場ですね。民間業者が請け負ってゴミをその取って埋めてるわけです。でこの例えば鉄塔と鉄塔の間のこっち側ですね、こっち側に穴掘って埋めたわけです。ずっと長い間。ここは米軍が実弾演習などで使用した武器や弾薬などの廃棄物を捨てた処理場の跡。去年町が付近の川で初めて検査を行うと780ナノグラムという国の基準値の15倍、琉球病院上流の6倍にもなる PFAS が検出され、ニュースになった。注目されてなかったけれども、そうそう、やっぱり調べてみたらこうだったっていうことなんですね。みんなが調べたので、こちらも一応調べてみようとなったら、これ結構処分場 の近くに河川があるのは全部出てきたわけ、うん、それでおかしいねということになってきたんですね。金町は地下水が豊富なことで知られているが、その地下水が汚染されたことで汚染が町全体に広がったという。キャンプハンセンの基地の下は全部石灰岩で、水が溜まるんですよ、うん、だから県庁は地下水豊富なんですよ、うん、要するに断水するけど県庁は断水がないと、うん、それぐらい地下水が豊富で、それを飲んでいたわけだから、うん、基地由来とみられる汚染が豊富な地下水を通って河川に広がり海に流れ、周囲の海も汚染させる。宜野湾市と同じ構図だった。
我々は吉田さんに案内されてキャンプハンセンを見渡せる場所に登った。金町の面積の5割以上を占め、沖縄県内で最大の演習場を持つアメリカ海兵隊キャンプハンセンの広大さがよくわかる。装甲車などの軍事車両がずらりと並んでいる。あっちのまさにあの着弾しているあの山のあたりもあれもキャンプハンセンの中なんですね。そうですそうです、はい、もうやっぱもう練習場になってる。あのいやもうこの辺やもう山とか自然ごとも全部、ね、はい、全部全部、うん、演習場となっている女連山を見ると明らかに緑が少ない部分がある。その緑が少ないところには部分的に剥げて山肌が露出している箇所がいくつもある。あの山が着弾地になります。あの山の中でねすごい剥げてる場所がある、ね、はい、はい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 、あれが着弾地ですね。みんな、なるほどね、だから木が生えてないでしょもう。この山が剥げるようになった原因こそが今に至る PFAS 汚染の出発点とも言われている。吉田勝弘さんは1945年春、沖縄戦で米軍が上陸する直前に金町で生まれた。子供の頃、金町の米軍基地は今のように金網もなく、吉田さんは友人と何度も基地に入り、演習を見ながら砲弾の破片や空の薬莢を拾っていたという。キャンプハンセンは最終的には1962年に完成するんですよ、うん、ベトナム戦争ちょうど真っ最中で完成したので、だからまあ当時はまだ PFAS っていうのは出てこないから知らなかった、全然知らないから。近町でずっと大問題だったのが米軍による県道104号越え実弾砲撃演習だ。これはキャンプハンセンの海兵隊が住宅地に近い場所から大口径の155ミリ榴弾砲をおよそ5キロ離れた女連山に向け県道104号越しに撃ちまくるもの。この砲撃が行われる際は県道が1日通行止めとなり、破片が住宅地に落ちる事故も起きていた。これは国防総省が掲載している写真だが、155ミリ榴弾砲の凄まじい威力が伝わってくる。砲弾を撃ち込んだ女連山では森林が燃え山火事が起きていた。県の資料を見ても1993年から2年間で11件の大規模な山火事が起きていた。その金町の町長に1994年に当選したのが吉田さんだ。吉田町長は米軍に県道104号越え実弾砲撃演習をやめるよう何度も要請した。これは吉田さんが町長時代職員が撮った女連山の姿。大口径の榴弾が次々撃ち込まれて起きた山火事で樹木がほぼ焼け落ちて山は丸裸になっている。吉田さんは県道104号越え実弾砲撃演習の威力が今でも実感できる山をより間近で見る場所を案内してくれた。だから分かるでしょ、草しか生えてないとか、うん、全部焼かれて、うん、これがそこでなんです。もうだからあそこだけ本当に色が違いますそう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 、大きなあの弾を撃ってるから、うん、土がみんな流れされる、流されてるわけです。だからもう大きな木が生えなくなるわけね、うん、で周囲はまた焼けるとまた元に戻る。銃弾とかの演習の弾がこっちの民間と住宅地の方まで流れちゃうこととかもありますよ。ですよね、はい、それは消火しなきゃいけないから、 そこで泡消火剤を使う。消火剤なんて、まあ、使ってるかどうかは言わないから、うん、改めて吉田さんが町長時代に職員が撮った木が焼け落ちて丸裸の女連山の姿がこれ。あれから30年近く経って緑は少し戻ったが、土が砲弾で破壊されもう木は生えなくなってしまったという。
1995年、町長だった吉田さんはハワイを訪問した。その時に撮った写真がこれ。ハワイでも米軍は実弾演習をしていたが、ここでは米軍が山の頂上部分に砲弾を撃たないため、山の樹木がそのまま残っていたのだ。ハワイとか外国はですね、山の頂上に弾を撃ってないんです、うん、頂上に、うん、よりみんな麓に、うん、でそれはやっぱりあの頂上に弾を撃つと雨降った時に全部水が流れて、うん、汚染するからと、うん、だからなぜ沖縄ではあんた方あの頂上に弾を撃つのかと、うん、おかしいではないかと。それがこの PFAS 汚染のやはりつながっている話なんですね。そう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 、うん、吉田さんはハワイで撮った訓練場の写真をキャンプハンセンの海兵隊司令官に示し、緊張の状況と比較してみせた。その上でハワイと同じように緊張で山の頂上に実弾を撃つのをやめるように迫った。すると、いつも饒舌な司令官が黙ったままだったという。もう僕は町長時代米軍とよくやり合いましたけどね、 米軍は大体了解するんですよ、うん、政府が了解しない、うんうん、防衛庁とか、なるほどね、この、 あの外務省がね、うん、だから直接米軍の司令官とこう信頼関係を得て見せてくれ調べてくれ、うん、だったら やるんですよ、うんうん、あ米軍の司令官をね、うん、これ僕は町長時代なんかも経験あります。これは、うん、町長時代の吉田さんがこうして何度も中止を求めた県道104号越え実弾砲撃演習、これは少女暴行事件を受けた佐古合意によってついに1997年に中止となり本土に移転した。そして吉田さんは2002年に町長を退任した。金町では県道104号越え実弾砲撃演習こそなくなったが、機関銃や迫撃砲などによる実弾演習はさらに頻度を増して行われている。我々が琉球病院で聞いた音はまさにそれだった。そして実弾砲撃演習による山火事も現在も頻繁に起きている。2016年、県が嘉手納基地由来とみられる PFAS 汚染を発表し、 PFAS 問題が動き始める。2020年、普天間飛行場から泡消火剤が流出し、流出した川から高い数値の PFAS が検出された。県道104号越え実弾砲撃演習で山火事が起きるたび、泡消火剤らしきものが使われていたことを思い出した吉田さんは衝撃を受けたという。だからショックでしたね、うん、で県庁ではもう日常的に山火事があって、うん、それでまあ一応あの消火剤かどうか分からないですよ我々は、うん、当時は、うん、もう消化してるんで、それが使われたかどうかは分からないけども、うん、とにかくショックでしたよ。緊張はまた余計大変なことになってるだろうなという思いしましたね。緊張、うん、で PFAS が大きなニュースになったのは2021年10月、町の1年以上前の検査で水道水に使う地下水の水源で国の基準の最大 8.2 倍にあたる410ナノグラムの PFAS が検出され、3カ所の水源で取水を停止していたことを発表。また1年以上前に琉球病院上流の河川から165ナノグラムの PFAS が検出されていたことなども発表した。ここで町が地下水の水源の汚染などを1年以上公表しなかったことで批判を呼んだ。調査データが出たときに吉田さんが町長だったらもうすぐ公表して喧嘩ですよ喧嘩、うん、Why って、うん、なぜこれが出たのか、うん、現場調査させろ、うん、土だとか、うん、みんな一緒に行きましょうと基地の中に入って、うんうん、またキャンプハンセンの、 あの今あるところの地下水を
こう入れてですよ、皆さん地下水問題取ってみようじゃないかと、うん、だからそういうことがごく当たり前だと思います、うん、町民からは血液検査を求める声も上がったが、町の動きは鈍かった。この頃、町田直美さんや宮城勝さんらの宜野湾美ら海遣いを含む沖縄 PFAS 連絡会で、基地のある町とない町で血液検査を行う案が検討され、吉田さんら近町の市民グループもそこに加わることになった。教えてくださいというのと、それから現場を見せてくださいという、で行きましただからですから、タイ政府アメリカにね、やっぱり原因究明をやっぱりみんなでやりましょうと、沖縄 PFAS 連絡会による住民の血液検査は、こうして金町も加わり、基地のある五市町と基地のない大宜味村で行うことになった。その結果、金町の平均血中濃度は全国平均を大きく上回っていることも分かった。県庁で53名やって、その結果30名以上がもう基準をはるかに超えてると、うん、僕らが検査するという話した時に電話来るわけですよ。私もやってください、うんうん、で県も、うん、国も消極的で、まだやってないわけですよ。だからこれを今後やっぱり国も県も自治体も一緒になって、それを調べて今後どうしていくかということをやっぱりやらないと、うん。金町も PFAS 汚染の原因はキャンプハンセンの可能性が高いとして、国を通じ立ち入り調査を米軍に求めているが、米軍は応じていない。町長時代、県道104号越え実弾砲撃演習を止めるため、キャンプハンセンの司令官と直接やり合った吉田さんはこう述べる。僕の8年間の経験とこれまでの経験から言うと、米軍の司令官と直接やった方がいいですよ、うん、政府に言うと政府はノーだからね。でそれよりはだから司令官と直接交渉した方がいい、うん、これは近所の町民の命かかってるから調査させてくれ、防衛省頼りませんよ、うん、直接交渉です。直接行くしかない、はい、直接交渉、うん。去年11月、東京の参院議員会館。本日司会を務めますのは、PFAS 汚染が身近な問題になっているのは沖縄だけではなかった。よろしくお願いします。それではこの時、沖縄 PFAS 連絡会のメンバーが上京していたが、首都圏各地の住民たちがその集会に参加していた。今日は神奈川県の中央地区に位置しています厚木基地、格納庫から今回泡消火剤が放出されまして、立川という川に流れ込んでしまったんですね。今後の農工業の方に影響が出てくるという大きな問題が出てきたということです。去年9月、米軍厚木基地から泡消火剤が流出し、市内の川に流れた。基地の池から国の暫定目標値のおよそ22倍となる1084ナノグラムの PFAS が検出。市民団体が司令官に抗議の要請書を渡した。横須賀から来ました三倉と申します。横須賀では5月に、排水処理場に特異な泡が発見されて、9月の29日に発表された第5回目では、258倍の値のものが流出していると。横須賀市の市長も基地と非常に仲良しの市長なんだけども、さすが堪忍袋を多く切れたみたいで、信頼関係がなくて失われたと。去年5月、米軍横須賀基地の排水処理場で泡が浮いているのが発見され、米軍は PFAS を含む排水が流出した可能性を認めた。米軍の検査で国の暫定目標値のおよそ172倍となる1万1100ナノグラムの PFAS が検出され、横須賀市は信頼を損ねるとして抗議を行った。東京の多摩地域で2020年の1月に水道水が汚染されているということが東京都から発布されて、それ以来の私たちの学習会を、
この男性は多摩地域の有機フッ素化合物汚染を明らかにする会の根木山幸男さんだ。この地域で、数百人規模 の、 7カ所8カ所ぐらいの会場を設けて、血液検査を自主的にやろうと今進んでやっております。それで多摩でも沖縄のように自主的な血液検査を行うという。去年12月、中央線国立駅からほど近いところで血液検査が行われることになった。この地元の住民らが通うクリニック、ここで午後1時血液検査が始まった。主催した市民団体多摩地域の有機フッ素化合物汚染を明らかにする会によれば、国分寺、国立以外に小金井からも検査を受けに来ているという。住民はなぜ検査を受けようと思ったのか。子どもも、まあ、小学生の子どもも育てているので、小さい子どもたちも飲料水として飲んでいるので、やはり小さい体にもね、ちょっと影響があったら心配だなというふうに思っています。はい、私ここに長く住んでるので、本当に水道水で生活もしてますので、私も実は今回検診で甲状腺の指摘をされて、知らない間に水の中にそういうものが溶け出していて、その中で、まあ、暮らしてきてるのかなっていうふうなことはね、とても不安です。多摩地区の PFAS 問題が知られるようになったきっかけは2020年1月の朝日新聞報道だ。東京都は前年に米軍横田基地に近い4カ所の井戸で PFAS 検査を行い、立川市の井戸で1340ナノグラムが検出された。同じ時期、東京都は国分寺市にある東恋ヶ窪浄水所と府中市の府中武蔵台浄水所における2011年から19年までの PFAS 数値を公表。国の暫定目標値の2倍から3倍だったことを示し、この2つを含む3カ所の井戸の汲み上げを停止したことを発表した。特に国分寺市の東恋ヶ窪浄水所は地下水を 100% 水道水に使っているところだった。多摩地区の井戸の汚染がなぜ衝撃的だったか。私たちもその多摩 の水は地下水で美味しいんだと、どんどん飲んでも美味しいというふうに思ってて、でそれは多摩地域全域がそうなんだというね、改めてその多摩の地下水というものはに私たち の、 水道水が大きく全面的に依存しているということも分かってきて。多摩地区には地下水が豊富にあり、多くの地域でさまざまな形で地下水を水道水に利用していた。東恋ヶ窪浄水所の近くに40年近く住んでいる人も、井戸の汲み上げ停止は衝撃だったという。恋ヶ窪の浄水場のすぐ近くなんですけど、水がもう取られてないことすら知らなかったので、ちょっとびっくりしちゃって。死んだ父とかも、ここは本当に水がいいんだよっていうのを言って、私はそれを聞いて育ってたので、沖縄の報道は知ってたんですけど、まさか自分の地元がかなり同じ状況にあるっていうのはびっくりしたので、はい。多摩地区の汚染の発生源の可能性があるのは、一つは当時稼働していた半導体工場であり、もう一つは米軍横田基地だ。横田基地内の北東部の野外に作られた消火訓練場で、1970年代から PFAS を含む泡消火剤を使った消火訓練が定期的に実施されてきた。ジャーナリストのジョン・ミッチェルさんがアメリカの情報公開制度で入手した米軍文書によれば、米軍横田基地で2010年から17年にかけ PFOS を含む泡消火剤が3161リットル漏出したとされる。そして東京都が後に公開した記録では、都は2005年から多摩地区の PFAS 検査を実施していた。
東京都は2019年以降、水源井戸の PFAS 濃度が高いことを理由に、東恋ヶ窪、府中武蔵台を含む国分寺、府中、立川、調布、小金井、小平、国立の7つの市における水道水源の井戸34箇所を取水停止にした。 PFAS の血液検査を受けに来た人も、横田基地が発生源の一つではないかと考えている人が多かった。一番大きいのは横田基地じゃないかなって。消火訓練、大規模な飛行機用の消防機動車を使って訓練をしてるんだから、もう怖くてしょうがない。私がん患者本人で直接ね、あれに関係してるかっていうことは分かりませんけど、それは非常に自分では心配です。特に子どもたちにね、孫のことについては。都は現在の水道水は安全と繰り返し述べている。しかし、住民の不信を呼んだのは、都が2005年以降、多摩地区の PFAS を調査していながら、その結果を2020年頃まで住民に公表しなかったことだ。2016年には、沖縄県が川や湧き水の PFAS 数値を公表し、発生源は米軍基地の可能性が高いと発表していた。PFAS の件に関しては、ここ1、2年なんですね。知ったのはアメリカの顔色を伺って、なんか国が進んでいくっていうのがすごく一番問題だと思うので、その辺をはっきりさせてみんなに知らせるってことが大事かなと思いますね。去年12月3日の市民団体による血液検査は、採血に応じた住民が30代から90代までの58人、3時間以上に及び4時半に終わった。この自主的な検査は今年の3月まで16回行われ、650人が採血に応じた。あれから7ヶ月後、立川市のクリニック、650人分の PFAS 血中濃度の分析結果が発表された。その結果は、7種類の PFAS 合計で20ナノグラム以上で健康被害の恐れがあるとしたアメリカアカデミーの指標をもとにすると、今回調べた4つの PFAS だけでもそれを超えたのは335人で、半数を超えていた。中でもこの表の8市は平均が 50% を超えており、国分寺が 94%、 立川が 74.5% と極めて多いことが分かった。国分寺在住の友田さんは、4つの PFAS 合計が 60.1 ナノグラムでアメリカの基準の3倍だったという。国分寺の水は地下水でとても美味しいからっていうので、地下水道の水をそのまま使ってきました。検査結果が届きまして、その結果を見てもびっくりしまして、土壌汚染はどうなってるんだろうか、そこで作った野菜は、どうなんだろうか、原田先生にもその野菜の方をね、ぜひ調べていただきたいなと思っています。PFAS 濃度の高い地域は米軍横田基地の東側、地下水脈の下流に集まっていた。その後、追加調査も行った原田准教授は、米軍横田基地が汚染源の一つの可能性は高いと述べた。米軍横田基地があって、淡路岡田を使ってきたという文書が公開もされてきたわけです。やはりそのことは考えないといけない。半導体に関わる、電子デバイスに関わるようなところがあったというようなことが言われているので、それぞれ大きな汚染源になっているというふうには考えないといけないと思います。7月、驚くべきことが明らかになった。防衛省は、米軍横田基地で2010年から12年までに発生した泡消火剤の3件の漏出事故を2019年1月に知りながら、今年6月に都や周辺市長に伝えるまで
4年半も公にしなかったことを認めたのだ。防衛省は省内の連携ミスで公表が遅れたとしている。これについて根木山さんは、4年半もですね、国民に対して明らかにしなかったというね、その当時っていうのはもう国際条約で PFOS も2009年禁止になり、危険なものだってことが世界的な認識になってるのに、国民の命や安全はその二の次にしたというね、本当にその許されないことだったというふうに思いますね。実は PFAS 汚染が広がっているのは米軍基地周辺に限った話ではない。この日、衆院第一議員会館へ訪問したのは、大阪摂津市の市民らで作った PFOA 汚染問題を考える会の人たちだ。大阪摂津市では2012年まで PFOA を製造してきたダイキン工業の工場周辺で高い数値の PFOA が検出され、大阪府の去年8月の調査では周辺の地下水から国の暫定目標値の420倍2万1000ナノグラムが検出された。血液検査などから、日本最大の PFOA が広がっているということを知ってですね、非常にショックを感じて、地下水などで野菜作りをしている住民9人の血中濃度は 89.1 ナノグラムで、アメリカアカデミーの基準の4倍以上だったという。フッ素樹脂メーカーでもある大金工業がですね、一つの排出源であるだろうということで、これまで調査をしてきました。そして PFAS 問題はさらに広がりを見せ、ついに全国的な問題になり始めた。では沖縄における PFAS 汚染の発生源とみられ、東京多摩地区の PFAS 汚染の発生源の一つと疑われる米軍基地について、日本側の窓口である防衛省はどう考えているのか。去年11月、沖縄 PFAS 連絡会の人々が上京して行われた政府ヒアリング。EPA 等の指針を参考、汚染源が疑われる米軍基地の立ち入り調査、政府が主権国家として実施させること。4、環境省、厚労省、防衛省の担当者が出席したヒアリングで、沖縄の住民側は米軍に対する日本側の窓口である防衛省に立ち入り調査の実施を求めた。すると、米軍基地の立ち入り調査についてというところでございますが、現時点で PFOS 等の血中濃度と在日米軍施設との因果関係について確たることを申し上げることは困難であることをご理解願います。普天間基地周辺の、関係でございますけれども、現時点で普天間飛行場とその周辺における PFOS 等の検出との因果関係について確たることを申し上げることは困難であることをご理解願います。その上で、国内においては土壌中の PFOS 等についての基準値は現時点で定められていないと承知しておりまして、調布が基準値から10倍も汚染値が検出をされているんですね。米軍の横田基地の由来なのか、あるいは工場なのか、防衛省ですけれども、今日の答えもその因果関係がわからないから調査をしないという。でも因果関係調べるために立ち入り調査してくださいと言ってるんですよ。やはり因果関係というのはわからない中で、今どういった形で調査を進めていくべきなのかというところも含めてですね、今関係省庁さんといろいろ議論をしているという段階でございますので、意見交換しながらですね、検討してまいりたい。先ほどから米軍基地と PFOS、毒性の問題についても確たる因果関係はないという、我々の常識を超えた答弁をなさって、おりますけれども、沖縄県が2016年に基地の立ち入りを防衛局を通じて申し入れたと思うんですよね。防衛局は
沖縄県が基地の立ち入りの意思を持ってるということを米側に伝えたんですか。いかがですか。米側にもご要望があった段階で速やかに伝達をして、まあ、こういう要望がありますよということは伝達をしているところでありますけれども、その個別のやり取りについてはちょっとお答えをさせてください。この問題の根本は米軍基地内の立ち入り調査なんですよ。立ち入り調査をして原因を究明して了解する。誰に対していつどのような要請をしたんですか。これに対してどのような回答があったんですかっていうのをもう5、6回私たちは市民団体が防衛省に要請してるんですが、これに対してノーコメント。ですから今日は私は防衛省から直接代表がいらっしゃるから、沖縄ではごまかされてもこの防衛省ではごまかさないだろうと思って昨夜から大きな期待をして来てるんですよ。こんないい加減な答えで国民の命が守れるんですか。答えてくださいよ。地域協定の関係もございますので、いろいろこうお話をさせていただいて、さまざまな議論をしているというところでご理解いただけたらと思います。今年春、PFAS 問題で国際社会との連携に力を入れてきた宜野湾美ら海づくいは大きな決断を行った。7月に開かれる国連の先住民会議に出席し、PFAS 問題を国連にアピールしようと考えたのだ。誰の発案で移行端子だったんですか。これは町田さん。町田さん。もうまた何か言ってるみたいな。いつも発信するのは町田さんです、一発目言うのは、それが具現化していくんですよ。なるほど。琉球民族だったというこの権利があったので、そして権利が侵害されているというので、基地内立ち入りを申し入れる権利を要求しに行ったんですよ。先住民族の権利っていうのもちゃんとあるので。2年前から国連に対して私たちはレポートを出してたんです。 PFAS 汚染されて困っています、人権が侵害されています、もうそこしかないよね、日本政府動かない、法律がない、これの一点張りだったら、もう琉球民族っていうこの先住民の権利を利用して訴えて国連からプッシュしてもらう、で国際的に日本を動かしてもらうっていうのが次の課題かなと思って。町田さんの思いをサポートしたのが1月の国連元特別報告者のチュンナーガー訪問に同行、これまで何度も国連関連の会議に出席してきた親川さんだ。 PFAS の問題は沖縄だけの問題ではなくって、アメリカとかヨーロッパとかではとっても関心が高まっているところだったので、ゴールとしてはそれで、特別報告者を立てて、調査をしてもらって、日本政府に勧告をしてもらうということなんでしょうか。それは、そうですね、特別報告者がこう立ち入りするとか、沖縄に来て調査するとかっていうのは非常に重要だなと思います。そうですね。実は宮城さんは町田さんの発案に気が進まなかったという。個人的に合わせ、僕飛行機が苦手なんですよ。そうなんですね。なので自分から言わすとあれなと自分の中では思ってたんですけど、でも行っちゃったんですね、もう連れてかれたというか。町田さんがね、サル、あんたはね農業してるから、この農業でこの汚染水が出たおかげで農業ができなくなったでしょうと、あんたを訴える資格があるんだよって言われたので、あ、そうなんだ。7月15日、宮城さんも加わり、照屋さん、千恵さん、町田さんの美ら海づくい4人が那覇空港を飛び立った。座間味さんも見送りに来た。市議の宮城さんらを除き、町田さん、照屋さんらの渡航費は寄付で賄った。羽田、ドバイ、そしてジュネーブと飛行機の移動だけで20時間ほどかけて現地に到着。那覇から同行している親川しな子さんとジュネーブの会議場に行くと、そこには全世界から各地の先住民が駆けつけていた。
そして会議では誰がスピーチできるのか会場で名前を呼ばれるまでわからないというルールがあった。先住民族っていうのは命を狙われてる人たちもいて、ここのこの場所にいるっていうのが分かったら、政府もいますので、いろんな妨害が入ってくるっていうので、その日の朝しか決めないんです。で、誰が発表するのかアピールできるのかっていうのはもう全く分からない状況で、誰が選ばれるのかも分からない。ひたすら朝からずっと自分が名前呼ばれるのを待つっていう。政治紛争が絶えない地域から来る先住民の安全を確保するため、誰がスピーチするのか、その時にならないとわからない仕組みなのだという。スピーチ時間は2分間厳守。町田さんも宮城さんも英語の猛特訓をした。前情報として2分過ぎると切られるよって、1週間徹底的にもう勉強じゃないですね、もう暗記ですよ2分には到底収めきれないんですよ。英語レッスンしてスピーチの練習して1回引っかかったらもう2分で絶対収まらないんですよ。そうか、引っかからないように完璧にやるしかないわけですね。そう、もう間違ってもいいから引っかかるなみたいな。するとなんと初日に指名されたのが町田さんだった。これがスピーチする町田さんの様子。来たかっていうのとうまく読めるかなっていうもうやるしかないと思って、とにかく声を大きくはっきり言おうっていうのを意識してやりました。まあ、結果15秒ぐらいの余ったぐらいで終わったので、ちょっとは上達したのかなと思ったんですが、やりきったって感じでした。1回ぐらいちょっと引っかかったのでうんと思ったんですが町田さんは沖縄の子どもが米軍基地由来とみられる PFAS の脅威にさらされているとスピーチ。初日には親川さんも指名され、沖縄が強いられている過重な基地負担などを説明した。ところが2日目に日本政府が発言したんですね。で、日本政府が発言して、いや、基地問題というのは、まあ、確かにあります。基地は安全保障のために必要だから置いています。残念ながら事件事故があることもあるけど、でもそれはしっかり国内の法律にも照らし合わせて取り組んでいるし、また PFAS についてもこの沖縄県と協力しながらしっかりやっていますって言ったんですよやっていますし、これからもやりますみたいな。でそうするとやっぱり昨日のものを聞いてた専門家機構のメンバーとかオーディエンスの人たちはあれってなって、私たちが言ってることと、まあ、政府が言ってることは違うねっていうような反応をして、そのすぐ後にテリアさんが発言するチャンスがあって、行政にも国にも訴えてるけども拉致が開かなくて、自分たちでも健康調査もやったし、立ち入り調査さえ認められてないので、国連が働きかけて立ち入り調査を実現させるように力を貸してくださいみたいなスピーチをしたんですよ。そしたらやっぱり日本政府が言ってることちょっと違うよねっていう感じで、すごいなんか順番的にもいい流れでできたので、ちょっと今回はとても見ていて面白かったなと思います。まあ、それに対して日本政府反論しようがないですからね。うん、いやでも本当にねやってないので。スピーチの順番は主催側が決めたが、日本政府の代表者が PFAS 対策はしていると主張したことを、その後に照屋さんが全て否定したことで、聴衆も沖縄で起きている事態を理解したという。宮城さんはスピーチの指名はかからなかった。ただ会議終了後全員の前でもうここまで練習したんだからということで、まさに読みなさいっていう、まあ、また町田さんのちょっと、ね、指令があったのでこの結構いる中でちょっともう身振り手振りも入れて読まさせてもらいました。4日間にわたる国連会議に参加したチュラミズ会の4人、他の地域の先住民と交流できたことで気づきもあった。迫害されたり、不条理この島から出されたりという先住民族こんなにいるんだっていうのを気づかされたっていうか思い知らされたし、あと命がけで来てる人もいるんですよ。やっぱり行かないとわからないっていうのが体感で感じたので。
私たちはまだ物が言えると場所に言いますけど、物が言えなくて拘束されるとか、あるいは殺されるという本当に命の危険を覚悟しながら来てる人たちもいましたので、物の言えるまだ環境にある私たちがちゃんと物言わないと、この人たちの権利までも引き上げることはできないと思ってたので、物の言えない人たちのためにも頑張ろうと思いました。2016年の PFAS 汚染の発覚、泡消火剤の流出事故を見て PFAS 問題を訴える活動を開始。動こうとしない行政を動かすために政治にも挑戦し、 PFAS 問題を発信し続ける宜野湾美ら海遣いの人々だが、日本の水の PFAS 基準値は世界的には有力、また土壌や血中濃度に至っては日本では基準すらない状態だ。さらに汚染源の可能性が高い米軍基地の中への立ち入り調査もままならず、取り持つはずの防衛省は PFAS と米軍基地の因果関係で確たることは言えないと主張している。しかしそれでもあのビロット弁護士がリポンと孤立無縁の戦いを始めて以来、7億ドル以上の和解金を支払わせるまで20年かかったように、戦いが長くなることも美ら海遣いの人々は理解している。 PFAS 問題に対して壁は厚いなっていうのは思い知らされました、うん、長い戦いですよね本当に。まあまあそうですね、琉球の誇りをバックに美ら海を取り戻して、でそこでこう農業とこう観光で沖縄の自立を目指していきたいな、今は漠然とかな考えているところです。こんなにも根が深い問題なんだっていうところとか、どうしたら動けばいいのかっていうところの、この歯がゆさであったりもどかしさであったりっていうのも感じますし、でも諦めないっていう気持ちは沖縄のアイデンティティじゃないですけどとして持っている、苦難の中でも絶対諦めないっていうのは沖縄の誇りとして頑張って、やっていきたいと思ってます。沖縄で住み続けたいからです。で私の子供も孫も沖縄に住み続けてほしい。激しい地獄をいくつも集めたっていう沖縄戦からやっと立ち上がってきて、まあ異民族支配を受けて、そこから祖国復帰して少しずつ少しずつ民主的になって、世の中、まだまだこう通らないところはあるにしても、沖縄戦からここまで来たんだっていうところで、土壌が汚されてここで住めないってなると、何のための戦いだったのか、何のための沖縄戦だったのか、何のために24万人の人たちが亡くなったのかっていうのはやっぱり私たちの血の中にずっとありますので、この人たちに応えるためにも、そして将来の子供たちがこの沖縄でよかった、生まれてよかった、ここでよかったっていう子供たちがいっぱいいるんですよ今でも。その子供たちがずっとずっとそうやっていけるように住み続けるための努力です。ただそれだけなんですよ。ここで住み続けたいんです。